では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんなぬるい終わり方でいいのかな？いやでもあれだね、ワンコ系なんだね。ポケットに犬入れてるだけあるね。なんで私の好感度バリバリに上げてこようとするの、ジョー君。おっと、あら、イケメン。え、やばい、好き。単純かな。これ運ゲーなんだよな、これ。同じとこに隠れたらね、あれなんだよな。最初に2人落としてる。確かに。じゃあ、どこ隠れるか相談する？あ、じゃあ、キノコに隠れますね。了解です。うわね、心理戦だよ。え？え？あれ？あれ？ボタン押し忘れた。ねえねえ。ちょ、どこのタイミング分かんなかったんだけど、ボタン。いや、そう、それ。そう。それ。待って、アラビのバーストしより。え、私いるんじゃないの、これ。うるさい、巨大、大火災。大火災。うわぁ、うっそマジ、やった、あ、そんなことあるんだ。うーわ、いやー、今日一スッキリしたな。いやー、今日一マジでスッキリした。やばー、こんな一気に消えるんだ。いや、でもちょっと美味しい。誰もキッチンに沸かないとかある？ちょっと私のこと誰か本命にしてよ。私直しに行ってちょっとみんな私のこと見て、あーい、え、あ、嘘、本当に、ちょっと待って、え、本当に、あら、え、あら、どっちでしょうね。ちょっともうやだなんか泣いてる子がいる。やや、こう、え、なんで、ちょっと待って、ねえ、すごいところで死んだんだけど、ねえ、ちょっと、ねえ、浮いてるわよ、やこ、そんなことあるかしら。ゆずこ、誰に切られたの？あの、クオンちゃんとクルピちゃんに追いかけましたけど、私、怖かった。無情にも助けを呼ぶ声は稲光の中に溶けて消えた。そして男子生徒の前に現れたのは、アーは人狼に噛みつかれるといった意味合いの隠語です。あなたの名前を入力してどうぞ。はい、たかし、あ、たかしっていうのがデフォルトの名前なのね。そうだな、男なんだよね、多分たかしだから。ちょっと考えますね。パンティーとかどうですかね。つまりカップルと名乗り出たパンティーと山田は、こういういい顔をしているさ、レンジさんがさ、そうパンティーっていうのめちゃめちゃ面白いよね。脅威は去り、男子寮に平穏が訪れた。学生たちは人狼を追い出すことに成功したのだ。
完全勝利、王者王者王者